ニアイただの卵取り出す論外論外今日はわしの持ち込み企画だ。あー持ち込み企画来たな。何を持ってきたかというと、まあ、俺らって YouTuber で不規則なのよ。で俺もう寝ないなと思って。寝ない？はい、うん、俺すごい最近モンスターハマってんの。あー飲んでる、毎日飲んでるの。あー、うん、それは確かに。でね、モンスターの効果もろに感じて、あー適面なんだね。全く寝れないのよ、目こんなこの能力を使って3日間寝ずに行ったら、もう最終日には最高の熟睡ができるんじゃないかと。いやちょっと待って、前提が厳しすぎる。え全然寝ないわ、無理だって、無理だって。5日とか6日とかやっちゃうと体に害がね、まあ、てかもう3日いけんじゃないかな。3日はセーフだった。うん、これ危ないんで絶対に見てる人は真似しないから。いや本当だ、本当だ、ダメですね。これ俺が寝れないだけだから。で、君たち絶対に俺を寝かさないようにしてください。もうビンタしようがキックしようが、もうおー、なるほどでいいから、本当にそんぐらい言って。でもまあそうならないんだけどね。あー、うん、まあ自信があるんだな。うん、なるほど。ということで最高の熟睡を得ます。モンスター生活1日目正義と恭平、うん、もう寝に行きました。もう考えられへんえ、やばくない？普通に考えて記念すべき1本目よし、いきます。俺ら全員寝た時ノリ相当暇だよな。いや嘘でしょ今時間が22時22分。こっから寝まして、寝まして、あ寝まして、寝まして終了だよお前。一回寝てね、寝るな普通に起きていこうと思います。日常じゃねえか5時41分でございます。たつきが寝てます。さっきまでね一緒にゲームやっててくれたんで、もう寝かしてあげましょう。上に行きましょう。寝ております。恭平さん君起きてるんですね。寝ちゃったの。たつき寝た地獄の時間の始まりだ。そうなんだよ。おいおはようございます。現在8時20分なんですけど、のりさんは起きてるんでしょうか。起きてるね。起きてるよ、ずっとやってるよじゃねえんだよ。一番多分きついのがこの昼頃やと思うよ。あー確かにな、眠気が一気に来ると思うわ。なんちゅう顔しとんねん。ことの重大さに気づきました。眠あーやばい。もう今何時だ。10時、まあ、まだ2本目使ってないから、あーこれでいけんじゃないかなと。すぐ注入して、すぐエナジーに変えて、起き続けて。おー来た、元気。お、いいね。おやすみ。おやすみじゃねえ。なんかやべえ顔してるやつ。なんかどうしたお前。え、いや待って、ちょっと待って、やばくないこれってさっき2本目飲んで効果30秒も持たなかったあの、のりさん生きてますか。生きてる。今日いい映画でしたね。そうね、いい映画だったね。ラプンツェルね、うん、悪いけどあと45時間あるよやばいやばい、時間を言うなって。おはようございます。見てくださいもう一回寝ている。まだまだみんなが起きるまでちょっと待ったよ待ってようかなって感じですね。それまでちょっと激辛でもっと起きさせたいと思います。もう全然頭回ってないんで何言ってるか分かんないですけど、ごめんなおはよう。おはよう。ほんと一睡もしてなくて。で今何時ですか。8時35分。顔が意外と普通。いや普通じゃないな。ビフォーを左に乗せときますね今。はい、はい、多分なんか違うと思うわ。一人の時間があれ一番きついから、フォートナイトのあんちゃんに全てを委ねて初めてよ、ドンカツで無表情だったの斜め上見ながらドンカツしてたステーキ屋に来ました。いや最高。ちなみに今は眠い。え眠くないの。あ眠くないんだ。今いい状態。お今順調やん。いいね。だから家に帰りたくない。家でねずっとしてる時間が一番やばい。あー確かにステーキを食べて残りの、はい、いただいちゃって頑張ります。イエイ。あれ起きた。あれ寝てなかった。寝てないっす。寝てないっすよこれ前回史上最高の睡眠を得るためにね。どんなアップこれ。
眠すぎてめっちゃブスになってやばいよ今ね、4時、あと26時間ぐらい寝れない。あ、でもすごいね。でもなんか減ったね、めっちゃ。もう3分の2が終わろうとしてる。頑張れ頑張れ。森さん、はい、調子はどうですか？まあ風呂入ってね、ちょっと眠気飛ばしてきなよ。もう重い。だいぶやばいでしょ、もうこれ。もういつ寝てもおかしくないよ、これ。じゃあ、あれだな。腕立て。君を起こすためにね、ちょっとプログラミングしてあげるよ。じゃあ腕立てはちょっと無理やわ。うわぁ。うわ、やば、この人。あー、やべえ、重い体。はい、1。あぁ。ねぇ。うわ。3、4、5、6、7、8、9、10。どう？起きた？いや、これ余計疲れるだけじゃん。今何時？3日目の今2時8分。なんかいびきかいてるやついるけど。なんであいつ寝てんだよ、もうふざけんなよ。いびきかいてる。なんでこの体勢でさ、寝ないの？お前それがすごい、またちょっとあの、まぶ…何？あれ、パチクリ。うん、パチクリ、まばたきも出てこない。寝てー。起きてた今。ん？起きてました。うん、午前11時だからあと8時間ぐらい。ここ耐えればもう最高の熟睡できますから。手元がおぼつかないもん。寝そうだよ、寝そう。でもほぼ寝てるよ。やばいぞ、殺さんと。あと2時間だ。よし。寝てたろ。寝てました。寝てたよ。え、寝ない。寝てましたよね。全然寝てましたよね。寝てない。何時？おい、7時半だもん。あと1時間ぐらい寝てはなかったので、数分前までテレビ見てたし。まあ確かに。テレビ消してるやん。もう寝る気満々やん。あれ顔がもうこんなになっちゃった。やばい。まあ、ちょっと待てば史上最高の睡眠を得られます。そうやな。そうだぞ。いのりさん、今何時でしょうか？今、10時10分。お疲れ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 。今日頑張った。最後の方、モンスター飲んでなかったね。こっからがもうね、本題。最高級の睡眠を取れたり、はい、今からお酒を飲んでさらに眠くなってもらって、こちらね、こちらこれ。ああ、それね。これで寝ていいですか？ヨウエさんにいただいたオーダー枕、最強の睡眠を提供してもらう。うわ、こちらで寝てもらおう。うわ、いいんすか？それとあれだよね、アイマスク。ホットアイマスクまでつけて、もうガチガチで。超気持ちいいでしょ、それ。これ以上の睡眠ないよ。やばい、やばい、やばい、つれい。3時まで飲むか。まず寝ろや。やっぱね、一人の時間が一番きつい。なるほど。あー、みんな寝てしまった後、仲間大事。仲間大事。じゃあラスト寝るわ。うわー、めっちゃ久々布団。アイマスクしよう。確かに。うわ。え、やばいんだけど。おやすみ。おやすみ。テンション上がってきた。寝なくていい。寝ろ。じゃあ最高級枕を引かせていただきます。はい、来た。こちらでーす。おやすみー。おやすみー。のりさん、どうすか寝心地？あと3日寝れるよね。いつの間に枕が変わってる。高いのも無理。まあいつも使ってる枕が一番寝心地いいってことやな。うん。はい、こんだけの数モンスター飲みました。量がモンスターですよ。やばい、量モンスターだな。まあ俺らが飲んだやつとかも含んでるとはいえ、とはいえ、まあ俺ら今はね、めっちゃモンスター流行ってる。はい、いや、よく頑張りました。はい、ありがとうございます。というわけで次は1週間ということで。なんでやねん。ありがとうございます。ハハハハ。
に俺、目が壊れた。壊れた。